こんにちは、リエポです。私は今日熊本に向かう新幹線に乗っております。今回はね、熊本に4月にオープンした新しいホテルのお部屋レビューとかと市街地を少し散策した様子を動画にしてみました。よかったら最後まで見てくださいね。あと高評価とチャンネル登録もいただけたら泣いて喜びます。はい、熊本の市街地へはこの駅前の市電に乗って向かう。料金は180円か。やっぱり電車はこういう色の方がいいよね。お、さすがご当地酪農マザーズさんのラッピングバスだ。さてと、桜町熊本でも覗いてみるか。この人は誰ってわかる？そうです、よく可愛がってくれてる人だなとかっていうのわかるようになる。お、このロボットはドラマで見たことがあるような。チャット GPT が入ってるんですね。こんな友達いたら楽しいかもなと思ったんだけど、1体10万円以上するようなので、ちょっと私には手が出せない友達でした。熊本といえばラーメンも美味しいですよね。なんか有名店さん同士のコラボもやってました。ただ今回私ね、この後試験を受ける予定があったので、部屋中にラーメン臭させていったらまずいかなと思って、今回は我慢しました。しかし今度受ける試験、合格率すごい低いらしいんだけど大丈夫かな。と思いたいけど、挑戦することに意味があるって許されるのは学生時代くらいまでだからな。まあとにかくやれるだけやっちゃおう。はい、今から、検定試験を受けに行ってきます。私ですね、受験番号001だったんですけど、1番何人ぐらいいるんでしょうか。すごい働き者。それでは熊本の老舗デパート鶴屋百貨店さんの隣を通ってホテルへ向かいます。間にね、屋台村があったのでちょっと覗いてみました。お昼だったけど結構ね、人が入ってましたよ。ここ熊本屋台村は熊本を代表する食材を楽しめるお店が集まってます。この通りは通称上野横通りといって、この通りを通りながら周りのお店を回遊して楽しんでもらいたいっていうことですね。元ネタはね、上野裏通りっていうのがあって、そこから来てるようなないような。屋台村のすぐ近くにあるハブアットは去年オープンした商業施設。もともとここはパルコの跡地だったらしいですね。で、この中に星野リゾートのオモファイブっていうのが入ってるそうです。まだ泊まったことない。なんかこの辺りが星野っぽい、なんか木だ、木。このね、オモっていうのは星野リゾートの街中シリーズなんだって。オモ3とかオモ7とかもあるみたい。
ちごとトマトのスムージーです。これね、めちゃめちゃいちごの香りがした。いちごもトマトも熊本の特産品ですよね。確か燕畑地切符で八代まで往復した時にどこかトマトの特産があった気がする。これね、本当に柔らかくて生スイートポテトでした。語彙力が少なくて申し訳ないんですが、めっちゃ生でした。はい、それではハブアットを後にしてホテルに向かって通り沿いを歩いていきます。熊本って思ったんですけど、人が多いですよね。人が多いっていうか、こうお出かけしてる率が高いというか、街がすごい賑わってる感があるんですよね。いつ来てもホテルに向かって歩いている途中の高架下で気になるものを見つけました。何があった？さて、そうこうしているうちに今夜のホテルに到着です。2024年4月にオープンしたばかりの新しいホテル、グリッツプレミアホテル熊本さんです。アメニティ類はこのフロントの前のところでお部屋に持っていくシステムのようです。ティーパックとかもね、ありました。コーヒーとか。事前にネットで見たレビューでも照明がちょっと暗めって書いてあったけど、確かに廊下は洞窟感がある。でもお部屋は全然この明るさ、広さも十分ですね。窓際にあるこの広めのソファーがいいよね。おお、景色はこんな感じ。お部屋の調度品も黒で統一されているような感じ。ただね、コンセントに USB がなかったので、フロントでもね、ケーブル500円で販売しているって書いてありました。コンセント、ハンガーは1、2、3、4、5、6個。ちょっとね、お部屋が暗いんでよく見えないかもしれないんだけど、ここに鏡が、ベッドの横に鏡があります。で、こっちが、バスタブがなくてね、シャワーだけなんですよね。お部屋にあるアメニティはね、歯ブラシとボディタオルだけらしいので、さっきのフロントのところでね、他のアメニティ、クレンジングとか洗顔とか、ヒゲ剃りとかコーヒーのとかあったかな、は下から全部持ってくる感じです。ちょっとね、外がめちゃくちゃ暑かったので、お部屋の冷房が追いついてない感じ、蒸されてます。はい、でこっちがトイレ、魔法じゃないやつ。ドライヤーはこれです。サロニアのドライヤー。冷蔵庫はこんな感じ。冷蔵庫の下にミニ金庫がありました。カップがね、ちょっとかわいいかも。いや、ここのベッド、シングルベッド本当の、ツインなんだけど、何がいいかって、ベッドがくっついてることですよね。こうやって伸び伸びできます。結構ね、廊下が暗いです。そういう雰囲気に作ってあるのかな。明るいのが苦手な人にはちょうどいいかも。朝ごはんはね、6時半から10時の間、朝食付き取ったので。1階でございます。ドアが開きます。
さっきね、この通りでシソと梅を買ってしまいました。熊本まで来てこれね、今女性向けにっていうことで、さっきフロントでアメニティセット、 DHC のアメニティセットもらいました。フロントへの電話、エレベーターの横にありました。2階にね、レストランがあるみたいなので、ちょっと覗いてみたいと思います。レストラン兼ラウンジかな。ここはセルフサービスって書いてありますね。ラウンジとして利用できるのは午後1時から夜の10時までのようです。飲み物とかね、あとポップコーン、キャンディーが置いてありました。あと各テーブルにはコンセントもあります。ちょうどね、私が行った時はパソコンでお仕事する人がいたので、ちょっと静かに過ごしてみました。あ、海外からの観光バスが入ってきたようです。向こう側にね、前泊まった桜町、なんとかホテルがあります。なんかね、近くのリラクルに行こうと思ったら雨が降ってきました。ここにもレンタル自転車あります。さて、マッサージで体力も回復したところで、また熊本の街をプラプラ歩いてみようかな。酒場通りっていい名前ですね。写真撮っとこうと思ってカメラを向けて数メートル歩いたところで、後ろからパシャパシャパシャって音がするんで振り返ったら、さっき私が撮ったせいで特別なスポットだと思った外国人観光客の方の山ができてました。いやー、でも熊本の夜は本当に賑やかですね。この時夜8時ぐらいかな。多分ね、すれ違った人の半分は外国人みたいな感じがする。熊本の夜なんだけど、なぜかカレーです。確かね、前回来た時も夜ここでカレー食べた気がする。ホテルなのに自販機の値段が普通の値段です。すごい。あとこれが気になったので買ってみました。京丹さんでも。お部屋に戻ります。パジャマはですね、こんな感じで、すごい可愛いです。ここのトイレね、便座の座面がやたらこう広めでした。体格がね、大きい人も余裕で座れそうな感じ。外国人の人とかを想定してるのかな。それではおやすみなさいです。おはようございます。今から朝ごはんを食べてきます。本当はね、6時半から食べられたんですけど、ちょっと寝るのゆっくりだったので8時、今8時になってます。じゃあご飯行ってきます。朝食はご当地グルメが揃ってました。馬肉を使ったお料理とか、馬肉コロッケとかね、熊本ラーメンとか、あと熊本のお豆腐、使っているお米もね、熊本のお米で、熊さんの力っていうブランド米とか、熊本の有機野菜を使っているそうです。これはすだち雑炊だそうです。と熊本ラーメンに馬肉の蒸し物、サラダちくわと馬肉のコロッケ、ガラサラダ。
くまモンビレッジに寄ってみます。桜町熊本の2階にあるくまモンビレッジにはくまモンの形をした案内ロボもありました。観光案内や施設案内、熊本桜町バスターミナルの時刻表。等身大のくまモンもいいけど、この子くまモンかわいいな。拾って帰りたくなる。くまモンビレッジなだけあってくまモンだらけだな。すごい、ボーロの一個一個にくまモンの顔がついてる。わあ、くまモンのナンバープレートのマグネット、かわいい、これ買って帰ろう。くまモンの器があります。くまモンの顔もちょっとずつ違ってる感じがするので、お気に入りを見つけるのもいいかもですね。私はこの顔が好きです。なんか違う、こっちかな。かわいい、かわいい。あなたが生まれた日の新聞をプリントします。だってちょっとやってみたいです。1枚400円で指定した日付の新聞の一面を手に入れることができます。テレビ欄もね、ありました。最後まで動画見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価もいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。